発進準備完了。強制解除。見つけた。当たらなければどうということはない。下がれよ。今日は大佐が出撃をする。我々の仕事はないよ。我々はここに控えているだろう。大佐の邪魔になるだけだ。当てる。甘いな。当てる。甘いな。これで当てる。故障か。当てる。その未来は人が作るものだ。ありな。バランス。このまま撃て。撃つんですか。そうか。こっち。諦めろ。させるか。出た。敵の戦力は把握した。この程度ならあとは後続に任せる。これで当てる。当てる。話が通じる相手じゃなかったんだよ。リリー・マスラス、行きます。やれるな、ユニコーン。こっちだ。下がれよ。それ。それ。押し取る。うざめ。大佐のお役に立つこともできずに。当てる。当てる。当てる。
前に出過ぎたか。いなければこんなテロリスト相手に人質なんて取ってさ。下がれ、下がってくれないと。オードリーが、また敵となるか。ガンダム、甘いな。その未来人が作るものだ。これで当てる。バランス、このまま撃て。撃つんですか。故障か。これで諦めろ。Ah!
よせ、踏み込みすぎるな。四枚羽、感謝する。マリーダ・クルス中尉。バナージはフロンタルを撤退に追い込んだ。リリーの制止も聞かず、さらにフロンタルを追撃しようとする。しかしこれはフロンタルの仕掛けた罠であった。マリーダのクシャトリアに不意をつかれ、バナージはユニコーンガンダムもろとも捕獲されてしまう。ごめんオードリー。意識を失う寸前のバナージのつぶやきはネールアーガマのブリッジにも届いていた。箱の鍵を奪われるという最悪の結末。そして何よりバナージを捨て駒としたことに、ブリッジは重い空気に包まれる。オードリーは何も言わずに身を翻し、捕虜として収監される。そんな彼女にリリーは苛立ちと反発をぶつけてしまう。君はなぜ一人で行動を起こしたんだ。それは自身の無力さやバナージへの後ろめたさから来るものだった。だが己の生まれ持った立場と責任から逃げようとしないオードリーの態度に言葉を失う。私は政治と無関係ではいられない。また同じ過ちが繰り返されようとしているなら、命に代えても止める義務と責任があります。リリーもまた政治と不可分な家の生まれであった。テロで命を落とした連邦政府初代首相を祖に持つ政治的名家、それがマーセナス家であったのだ。家を嫌い、自分をただの一パイロットと規定してきたリディは、自分のなすべきこと、自分にしかできないことが何かを考えるようになる。俺にできること。準備はいいな。遅れるものは置いていく。
タラオ攻略戦。ネオジオンの捕虜となったバナージは、彼らの拠点である資源衛星タラオに連行された。そこでバナージはフルフロンタルと対面する。失礼ですが、その仮面は傷か何かをお隠しになっているものなのでしょうか。もしそうでないのなら顔を見せていただきたいのです。貴様、いい、アンジェロ大尉、バナージ君は礼儀の話をしている。直接的なバナージの物言いに親衛隊のアンジェロ・ザウパーは激高するが、フロンタルは気にした様子もなくマスクを外してみせる。額に古傷のあるその素顔はバナージが知る由もなかったが、確かにシャア・アズナブルの面影を残していた。ラプラスの箱を開き、連邦の支配を覆すためフロンタルは連邦政府によるスペースノイド支配の不当さを語り、バナージに協力を求める。しかしオードリーの言葉を聞き、そして自分の目でインダストリアルセブンが戦場になるのを見たバナージはフロンタルのやり方を否定する。でもテロはいけませんよ。どんな理由があっても一方的に人の命を奪うのは良くない。そんな権利は誰にもないんだ。では貴様はどうなるだ。武力の全てが悪なら、ガンダムを使った貴様も同罪だ。貴様のせいで我々も貴重な兵を失った。たとえ流れ弾だろうが、貴様が撃ったことに変わりはない。俺が人を殺した。無我夢中で行った戦闘の結果、自分もまた人の命を奪っていたことを思い知らされ、愕然とするバナージ。フロンタルはバナージに再度協力を求めた上退出させる。ジンネマンとマリーダによって連行されながら、バナージは振り返って問いかけた。あなたはシャアズナブルなんですか。今の私は自らを器と規定している。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの理想を継ぐ者たちの宿願を受け止める器だ。彼らがそう望むなら、私はシャア・アズナブルになる。このマスクはそのためのものだ。バナージはジンネマンの部下ギルボアの家に預けられる。そこにはマリーダも同居していた。ネオジオンはスペースノイドを守るという正義のために戦っていると信じて疑わないギルボアの子に対し、バナージはつい苛立ちをぶつけてしまう。正しい戦争なんてあるもんか。言ってることは正しくても、ジオンが転びようとしてたくさんの人を殺した事実は変わらないんだ。殺された人たちには正しいかどうかなんて考える暇もなかった。何にも知らずにある日いきなり、まともじゃないよそんなの。そうだよ、まともじゃない。仕方ないじゃないか、殺されるところだったんだ。殺そうと思ったわけじゃない。俺は人殺しなんかじゃない。人を殺したという衝撃から立ち直れないバナージをマリーダは古い教会へ連れ出す。初期の宇宙移民たちがすがるべき光として仰いだ場所。お前の言うことは間違っていない。正しい戦争なんてない。でも正しさが人を救うとは限らない。光がなければ人は生きていけない。でも空に捨てられた人々はやがて神に代わる光を見出した。ジオンという名の新しい光を。
彼らにはそれが必要だった。絶望に抗い、残酷で不自由な世界で生き続けるために、この世界には改善の余地があると思わせてくれる何かが。そんなものがなくても生きていける。実体のないものにすがるなんて馬鹿らしい。そう言い切れる奴がいるとしたら、そいつはよほどの幸せ者か、世間に関わっていないかのどちらかだろうな。人間だけが神を持つ、そう言っていた人がいるんです。今を超える力、可能性という名の内なる神よって。ロマンチストだな。人や世界を信じていなければそんな言葉は出てこない。きっと優しい人だったんだろう。お前が落とした奴のことは気にするな。モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘隊員だ。気に病む必要はない。ただ自分がすでに状況の一部となっている。マリーダさんもモビルスーツに乗ったりするんですか？人手が足らない時にな。その頃、ネイルアーガマではパラオ攻略作戦が立案されていた。箱の鍵であるユニコーンガンダムの奪還は至上命題だったからである。しかしダグザはこれを人質救出作戦と捉えていた。バナージを救う、そのために彼は動こうとしていたのだ。我々は彼に借りがある。やりようはあります。そしてその作戦の裏で、リディは密かにオードリーを連れ出し、自分にしかできないことをなそうとしていた。俺と来てくれ。あなた、地球に降りる。